こんにちは、阪急道場弓矢さんです。はい、今日は最近買って本当に良かったと思ったあの Wi-Fi を紹介したいと思います。はい、あのオービの Wi-Fi ですね。はい、こちらです。はい、オービの Wi-Fi、ずっとですね、弓矢さんWi-Fi の電波が弱くてはい、あの以前使っていたのがあのマンション用のね Wi-Fi で、ほんとね、上と下の電波がすっごく弱かったんですが、はい、あのこのねオービの Wi-Fi はハブ機が2台ありまして、今この店頭に1個と3階に1個置いてて、あの親機が2階に置いてあるんですが、はい、あのハブ機が2個あるともう縦横の電波が本当に良くてですね、はい、もうあの動画とかねサクサク編集できますし、もうもっと早く買っておけばよかったと思いました。はい、で、あのこちらですね、あのヨドバシに行きまして、もう店員さんにあの鉄筋のね4階建ての建物なんですが何がいいですかと聞いたところ、もう一発でね今このオービが絶対いいですということでこちらにね買わせていただきました。あの本当にね迷った時はあのヨドバシの店員さんに聞くのが一番早いですね。はい、あの本当にね買ってよかったですし、もしあの電波が弱いなとかね Wi-Fi の電波つながりにくいなと思う方は一度相談されてみてはいかがでしょうか。はい、ということで今日は弓矢さんでね最近買ったオービの Wi-Fi についてのご紹介でした。ご清聴ありがとうございました。